12回目を迎えた NHK 杯国際フィギュアスケート、全競技が終わりました。ほっとした選手が自分の持ち味を生かして滑ります上位入賞者によるエキシビション、どうぞお楽しみください。八木沼純子さんと佐藤由香さんが出てきました。これは結構珍しいですね。シングルの2人が一緒に滑ります。ジャネット・ジャクソン、リズミネーション。あんまり離れすぎるんで両方どっち見たらいいかって迷いましたね。まあでもね、2人ともね、実力がほとんど同じだからこういうのできるんですよ ね。あ、今横目でこうちらっと声をかけながら挨拶してます。実は今年の5月に名古屋でこういうプログラムを1回やったそうなんですが、伊藤みどりさんの、帰国報告会というようなことがあったそうです。それ以来ですから本当に今日がもう半年ぶりだから、なかなか練習で合いませんでして、本番ではバッチリ決めてみせますと言っていました。